ありがとうございます。ありがとうございます。ようこそのお運びで厚く御礼を申し上げます。講談師の神田伊織と申します。今こちらに参りまして、初めてお客様のご様子をですね、拝見しているんですけども、若いお客さんが多いんですね。現役の学生さんですかね、私にとりましては結構珍しい光景なんですよ。まあ、何しろ普段はですね、お客様の平均年齢が75歳もうご高齢の方なんかはですね、もう90歳のおじいちゃんおばあちゃんなんかに聞いてもらったりしてますんでね、年々お客様が一人また一人と消えていくっていうですね、笑うに笑えない世界で仕事をしておりますんで、今日はとってもなんかフレッシュな気持ちになりますけども、講談というものをですね聞いていただくんですが、おそらく今日のお客様ほとんどの方は講談というのは聞いたことがないかと思いますけども、歴史にまつわる物語を語って聞かせる日本の伝統話芸、まあ、これが講談でございます。今日はその講談をここ安田講堂で皆様に少しばかり聞いていただこうという試みでございます。実を申しますとね、私はこちらの安田講堂十数年前に、ね、入ったんですよ。その時というのは大学院の修士課程の卒業式でした。このすぐ近くのですね文学部の仏文研究室、フランス語フランス文学研究室というところに当時は身を置いておりました。まあ、よく聞かれるんですね、大学院まで行っときながら何だって講談師になったんだって、気が違ったのかって、学歴の無駄遣いだ、親不孝者って、まあ、いろんなこと言われるんですけども、これ仏文研究室のですね教えを忠実に守っていたら講談師になったんですよ。私のおりました仏文研究室というところはですね、大変に自由な居心地のいい空間でして、まあ、学生は基本的にもう話し飼いなんですね。でただ一つの掟というのがありまして、何時の欲するところをなせと、これがフランソワ・ラブレーの言葉だそうで、この教えに忠実に欲するところをなしていたらこうなっちゃったんですね。文学というものはですね言葉の芸術でして、言葉によって現実とはまた別の世界を作り上げるものなんですけども、講談も一緒でございます。まあ、もう少し厳密に言うならば、講談の場合はこの生の声に乗せた言葉によって今ここで時間と空間を共有しているお客様に別の時間と空間を体験していただくという、まあ、そこが講談の醍醐味であろうかと思います。今日はお題をいただいておりまして、デイドリーム、ハクチュームっていうんですね。実はこれまさに講談にぴったし、目覚めた状態で声の力、言葉の力でもって夢、幻を出現させる、見えないものが見えてくる、そこにないはずのものが感じられてくる、そんな束の間の白昼夢をお楽しみいただきたいと思います。題材は皆様よくご存知、日本の歴史上最も有名なあの出来事でございます。天正10年5月29日右大臣信長殿は500の御供を従えて金龍山安土の城をご発足になりました。やがて京都西の東院たこ役し本能寺へご到着。本能寺は手狭でありますることゆえ、ご家来の面々はいずれも町屋へ割り当てをされ、わずか91人が警護として本能寺に泊まることになりました。明けて6月の1日、この日は朝から炎熱もゆるがごときという猛暑にございます。信長殿はあまりにご退屈でありますることゆえ、寂光寺本因坊の日海三叉という僧をお召しになり、終日囲碁を戦わせました。さてこの日海の帰った後は、お小姓の面々を集めまして、よもすがらご主演、
夜明け間近になってお気に入りの愛称あのの局の手を取ってご神女へとお入りになる。お小姓の面々はいずれもおいとまを賜って、ふしどふしどに入ってとろとろっとした途端だ、ドーン、じゃじゃーん、ドドーン、じゃじゃじゃーん、にわかに聞こゆる陣金太鼓、軍馬の稲なき次第に寄せくるすまんの武者押しは、えい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 、勇士は寒夜に霜降る音にも目を覚ますとか、信長殿ガバと羽置き御剣、片手に茅を金繰り捨て者どもを起よと呼ばわれば、小姓の面々20-30人、我もとおっとり刀で駆け来たる時に、やがや乱丸はいずれにある、我小勢と侮り卑怯な奴ばら、佐賀寄せなしたと相見えたり、敵は何者ぞ、物見と呼ばわれば、はっと答えて濃州恵那郷里水晶山の主御高50,000石森乱丸長安、渋染めの片びらに半ばかまの桃立ちを高々と取り上げたるが、十文字回収の槍を小脇に抱え、ダダ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 タタ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 と駆けきたったる本堂の正面、開きど右ひんだりにおっぴらき回廊に踊りいだしたるが、甲欄に片足掛け、槍にすがって伸び上がり、寄せくる敵は何者ぞと小手を払ってみてあれば、時はいつ何めり天正の10年6月2日の朝まだき、朝霧朦朧として霞のごとく、次第に明けなん晴れ間より水色に白く、桔梗の門抜いたる旗数流流れ、朝風に翻し金逆さがさ、正常比長バレンのまといを押したて振り立て、いや雲下のごとくに押し寄せ来たるおば、とっくりと打ち見合ったる乱丸長安、急ぎ御前へ引き返し両手を使え、お覚悟召され、ヒューが変身にござりまするぞ。信長殿ははっとしてトン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 と、いつ足む足前へ出ると、腰が砕けてよろよろと尻へに倒れた。この時にお小姓の面々声を揃え、寸時も早く一方の結露を切り開き、早々安土へご勘行遊ばせ、勘行勘行勘行と呼ばわる時に、信長殿はほっと太い息を漏らしたるが、よう愚か愚か、三好松永武田の軍勢なれば何のものかは、日向めが反逆とあってはもはやかなわん、ここを切り抜けたところで各所に伏せ勢遠兵抜かりはあるまい、右大臣ともあるべき者が生地路頭にさまよい入れ、名もなき者に打たれては部門の恥辱、せめてこの世の思い出に逆賊どもを切り払い、世は潔く生涯なさん、何時らも思う存分切り払い、主従もろとも三図へともせよ。ははだだ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 、うわよ、はや逆賊どもが乱入したるぞ、それ勝手の前塩をかけよ、放火放火と
呼ばわるうちに何人がつけたるか本能寺はドーッと猛火にひっ包まれる。信長殿は覚悟を定められたるかその朝の御いでたちを見上げ奉れば、白犬の御片びら口灰色無地の袴を召され、わしの羽を持って這いだる尖り矢は森のごとくに肩に沿って投げかけられ、重藤の弓真っただ中をひん握り本堂の真正面に立ち現れてみれば、明智の胴勢はところ狭いばかりにひっしひしと詰め寄せております。これを見るや信長殿は鬢髪逆しまに逆毛立ち、まなじりを切り上げ、はったとばかり逆賊どもを寝めつけたるが、ようや右大臣信長これにあり、天罰知らざる畜生ども、下がれ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 と睨みたまえば、さすがは三公の御位にある右大臣のご意向か、逆賊どもは恐れ入ってへへっと大地にひれ伏した。この間に矢をつがえて差し詰め引き詰め、七八人の者を打ち立てれば、なおなお恐れて近寄りかねていた時に、やや方々、弓や垂水の面目に右大臣家を打ち立て祭り、後世まで名を残さんと、すっくり立ったる一人の武者あり、何人ならんと見てあれば、金子座根こんいと脅しの大鎧、苔身近に揺り下し、同じ毛糸五枚しころ、え帽子型の兜をいただいたるが、鉄作りの陣立ちを吐きそらし、二軒へ片釜の槍を小脇に抱え、これは日向が身内にいたして身の裏新左衛門豊茂右大臣家一層立て祭らんと市長のごとくに踊り来たれば、義老水産なりと信長殿がっきりつがえた一の矢は、キリリ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 リさながら空ゆく満月のごとくに引き絞り、ひょうふつと切って放てば飛び来たったる矢は、新左衛門の兜の吹き返しをプスッと言い抜いた。ユンゼイのためにヨロヨロドシンと尻へに倒れたこの時、またも立ち上がったる大の男の今日のいでたちを見てあれば、無意義と脅し鉄小座根の大鎧を一着に及ばれ、突敗型の兜をいただき、二軒へ小長の槍をおっぴねり、いで信長殿に玄山なさんと近寄り来たれば、玄山とは下長なる一言なりとあって、二の矢をつがえて切って放てば飛び来たったる矢は、この勇士の左の高桃を射抜いた。これは古川九兵衛氏綱といって、なかなかの豪傑だ。豪傑二人がこの有様ですから、もう近づくものもないというこの時、のけ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 と味方を押し分け、かき分け、真っ先に進み、いでたる雲つくばかりの大の男は、安田作兵衛国継だ。この安田作兵衛の働きによりまして、信長殿はついに覚悟を定めまして、延々と燃え盛る本能寺におきまして、四十九歳を一語として梅雨と消えたわけでございます。人間五十年下天のうちを比べれば、夢幻のごとくなり、おなじみ本能寺の一石をもってご無礼つかまつります。